もともと私は手縫いのオブジェを作って、それを作品だと思ってました。でもそれを説明するために、いろんな人にこれはどういうものか説明するために、写真カメラっていう手段を選択しました。そういうと今回もここでパックで作っちゃったんですけど、パックの公園の枝とかを拾って、この窓に飾ってあるのが、窓じゃなくてドアかな、オブジェです。そういうものを説明するために写真を選んだけど、私自身がそれを持ったり、ポーズをそのオブジェと一緒にポーズを取ることで、より説明的になる。それでセルフポートレートが始まりました。だっていろいろ世の中見渡すと、全部が人間が作ったものじゃないですか。本当に自然美しいとか、そのままの姿が美しい、自然って一体何だろうと思うんです。で、2015年から私の故郷の町を流れる渡良瀬川の流域で起きた小銅山の鉱毒事件をモチーフに、小銅山鉱毒事件をリサーチしています。そこでは人間が作った工場が原因で川が汚染されてしまう。自然と人間の作ったもの、人工物、その関係性っていうものを考えながら、山に登って撮ったシーンが足を進めます。そしてそういう山や風景を見たい人にカメラを向けるようになったのが、自分の体を撮ろうとしてできたのがこの印座の